はい、どうも、しゅです。今回はですね、フリーランスのメリットとデメリットについて語っていこうと思います。私自身はですね、うつ病になってからもうずっとフリーランスなんですよ。まあ、今後その起業するみたいな予定もあったりするんですが、まあ、基本はずっと組織に所属しないという形で働いてます。まあ、もちろんその理由というのはですね、その自分がうつ病になったから、そのいろんな人間関係の中でね、仕事していくっていうのはだるいなって思ったのが正直なところで、まあ、そこからフリーランスを始めたっていうわけなんですよね。で、その人間関係のところで言うと、まあ、メリットとしてね、嫌な人と付き合わなくていいっていうのはやっぱりありますよ。そのフリーランスとして仕事をする場合ですね、その自分で仕事を選ぶことができるし、なんなら自分で仕事を作り出すこともできるので、その嫌な人と付き合い続けないといけないっていうことは基本的にはないんですね。そのもちろんそのフリーランスとしての仕事の能力が低い場合っていうのは、まあ、こき使われる感じになっちゃうので、まあ、その組織に所属してないだけでね、実はあんまり変わってないみたいなこともあったりするんですが、ただ基本的にはね、その仕事がちゃんとできるようになると、まあ、自分がこう任される立場、その、まあ、お願いされる立場になるんで、まあ、そのお願いされる側になると、まあ、自分で選べるわけじゃないですか。人間関係も仕事もね、自分で選べるわけなんで、まあ、基本的にはその人間関係のストレスっていうのはね、少なくなっていきます。で、そしてね、その基本的には家でできるっていうことが多いので、仕事はね、その好きな時に寝れるとかね、その電車に乗る必要がないとか、もう朝決まった時間に起きなくていいっていうのがあるわけですよ。で、これがね、個人的にはすごく大きくて、まあ当たり前ですけどね、人間なんでね、その今日はやる気があるけど明日はやる気がないみたいなことっていうのは全然あるわけじゃないですか。でも、そのサラリーマンとかね、そういう風に勤めていらっしゃる人っていうのは、もう毎日電車に乗ってね、同じ時間に起きて、毎日同じ電車に乗ってね、そのおじさんに包まれながら通勤しないといけないっていうのがあるので、まあ、そこは辛いよねっていう形なんですよ。もちろんそのフレックスタイムであるとか、まあ、立場によっては結構柔軟に通勤時間変えれるって人もいると思うんですけど、まあでも基本的にはね、そのみんな同じ時間に行かないといけないっていうわけじゃないですか。まあ、でもフリーランスっていうのは逆に基本的にそういうのってのはないんですよね。ただもちろんね、メリットばっかりじゃなくてデメリットっていうのもあって、まあ、デメリットとしてやっぱ一番大きいなって私は感じてるのは、社会的な立場が弱いっていうところですね。まあ、これはその起業したらまた変わってくるのかもしれないですけど、フリーランスっていうのはね、基本的に立場が弱いんですね。で、この立場が弱いっていうのは、そのバカにされるとかではなくてですね、なんか家を借りようとかって思った時に、普通にあれですよ、自分の住む家ですね、住む家を借りるみたいな話になった時に、審査が通りにくいとかね、そういうことがあったりするんですよ。あとそのカードのローンが通りにくいとかね、そういうのもあったりします。で、やっぱりこれはその収入が不安定だからっていうふうに思われてるので、なかなか審査が通らなかったりとかするんですね。で、サラリーマンは安定してて、フリーランスは不安定っていう、結構ね、図式が成り立ってるわけじゃないですか。でもそれも、まあ、必ずしも合ってるとは言えなくて、今ってね、サラリーマンだっていつ首切られるかわからないし、そもそも会社がそんなに継続っていうか持続しないような状態になってるわけじゃないですか。ビジネスモデルとかもコロコロ変わっていくし、なんなら買収されたりとか売却したりとかってね、結構動きが激しい世の中の中で、一つの会社に勤め上げるっていうことがね、もうかなり奇跡的なことになってきてるんですね。で、そう考えるとね、フリーランスだろうがサラリーマンだろうがあんま変わんねえなっていうのが正直なところなんですね。で、フリーランスっていうのは体調が悪くなって休んだりすると、まあ、収入が途絶えるみたいな話もよくあるじゃないですか。それはビジネスモデルによって変わりますってところなんですね。普通に、なんつうんかな、例えばウェブライターとかね、ライターさんやってますみたいな場合とかっていうのは、書いて納品しないといけないので、体調悪くてバタン球になってね、納品できないってなったら、まあ、それは基本的な収入は発生しないですよね。でも例えばこれが、まあ、YouTuber として YouTube 撮ってますみたいな場合っていうのは、動画撮らなくても収入は継続されるんですよ。これはそのビジネスモデルの違いで、 YouTube の場合っていうのはもう皆さんご存知と思うんですが、動画再生した時に広告が流れますよね。で、その広告が再生された回数であるとか、見られた広告の種類とかによって動画配信者っていうのはお金をいただくことができるんですね。なので基本的には見られれば見られるほどお金が入ってくるっていう仕組みになってます。なので動画をたくさん撮って再生していただくっていうことによって、まあ、お金は積み上がっていくんですね。なんでこう積み上がっていくものなので、例えば私が明日倒れたとしてね、1週間動画撮影できませんでしたって、動画出せませんでしたってなっても収入は途絶えないんですね。ここはやっぱりウェブライターのそのフロー型の所得と、こういう動画撮影とか、まあ、ブログのアフィリエイトとかもそうなんですけど、あの辺のそのストック型のビジネスモデルの違いってあるのかなっていうふうには思います。ただもちろんストック型の欠点としては、そのすぐに収益にならないってことですね。この動画とかもね、 YouTube の動画とかも、まあ、半年ぐらい1ヶ月で1000円しか入ってこないみたいなことってのも全然あるわけですよ。なかなか再生数が伸びないとかね、なかなかチャンネル登録者数が伸びないってなると、やっぱり収益にはつながりにくいかなと。まあ、その点そのライターさんとかっていうのは、やればお金はもらえるんですよ。ただやらなかったらお金はもらえない。
でストック型の場合はやってもお金もらえないかもしれないけど、やらなくてもお金もらえるかもしれないみたいな、そんな感じですかね。だから両方組み合わせてやるのが一番いいかなと思ってます。私もこの動画撮影とかブログでアフィリエイトともやってるんですけど、あれはそのストック型の収益ですよね。でそれ以外にも、まあ、クライアントワークみたいな形でフリーランスとしての仕事もやってるし、まあ、最近はやってないんですけど、昔はね、元々エンジニアだったんで、昔はフリーランスエンジニアみたいな感じでちょっと仕事したりもしてました。で今は、まあ、ちょっとフリーランスのこの動画の話とは少しずれちゃうんですけど、まあ、ヘッドハンティングされてね、その企業の役員やってるみたいな、そういうこともあったりはします。ただそれは本当にフリーランス的な働き方で、まあ、普通に家でやってますからね、全部仕事家でやってるんで、まあフリーランスみたいなもんですよ。であとデメリットとしてね、その世間体はあんま良くないですね。世間体、あのフリーランスやってますって言ってもあんまり世間体良くなくて、例えばそのフリーランスやってますっていうのと起業して会社の経営してますっていう言葉2つ聞いた時に全然印象が違うじゃないですか。会社経営者なんですかみたいな、なんかちょっとすごい人みたいになるんですけど、フリーランスやってますって言うと、いやそれなんかフリーターをいいように言ってるだけじゃねえみたいな感じの反応されることがあるんですね。でも会社の経営者でも、例えばなんかもう10人とかにね、あの5人とか10人とか社員雇ってらっしゃったら、それはすごいですよ。でもあの税金対策のためにね、会社を立ててるっていうフリーランスもいるわけですよ。でもそれも一応会社経営者になるわけじゃないですか。なんでこう会社経営者だからとかフリーランスだからっていうのは一概には言えないんですね。でそのフリーランスの中でもね、バカバカ稼いでるような人もいますからね。まああと叱ってくれる人はいないですね。叱ってくれる人、これはその会社の上司であるとか、まあ、会社の先輩であるみたいな人が、いやお前こういうとこダメだよねっつって叱ってくれるわけじゃないですか。であれはやっぱ身内だからやってくれるんですよ。で私みたいにフリーランスの立場であるとか会社経営者みたいになってくると、もう誰も叱らないんですね。その人、私を叱ってくれる人はいないんですよ。であなんかこいつダメだなって思われたらニコニコしてね、あ大丈夫ですよって言って切られるだけなんですね。なかなか残酷だなと思うんですけどね。で、まあ、叱ってくれる人に関してはですね、まあ、メンターみたいな人を探せばいいんですね。まあ、この人についていきたいみたいな感じの、まあ、弟子入りみたいな感じですかね。私も師匠みたいな人いますけど、そういう人がやっぱり、まあ、叱ってくれたりとか、お前こういうとこ直した方がいいよって言ってくれるんですよ。でそういう人を選ぶ場合っていうのは、まあ、自分が尊敬できるかどうかっていう点一つだけで選ぶのがいいかなと思います。やっぱいくらね、その相手がいいこと言ってくれてても、この人なんか尊敬できねえなって思ってるとね、話が入ってこないですね。もうこれはもう人間の感情的な部分なので、もう私は諦めてます。なんで尊敬できる人とか、まあ、自分と考え方が近い人とかね、自分と価値観が近い人っていうのを、まあ、メンターっていう風に勝手に自分で設定してね、ついていったりはしてます。というわけでわーっとね、そのフリーランスのメリットとデメリットを話してきたんですが、まあ、なんというかその会社経営も一緒だと思うんですけど、まあ、フリーランスだろうが会社経営者だろうが、その会社員だろうがね、結局のところその自分の働き方に合ってるところを選ぶっていうのが一番いいんですね。で私の場合はまあ、うつ病になっちゃったっていうのが一番大きいんですけど、うつ病になってからなんかこう決まったことを決まった時間にするっていうのがね、かなり難しくなっちゃったんですね。その日に体調によっていろいろ変わってきちゃったりするので、まあ、今だったらもうだいぶ良くなってるんでできるかもしれないんですけど、でもなんか今更ね、そのもうできないですよ正直。社会から離れてもう 4,5 年ぐらい経ってるんで、まあ、フリーランスとかね、その会社経営者の人とかと知り合ったりしてね、普通に仕事はしてますけど、やっぱりどっかね、その会社員とは違う働き方とか違う価値観の生活というか価値観の世界だったりするんですね。なんで今更私がサラリーマンに戻ったところで、あの私の強みは多分発揮できないんですよ。サラリーマンにはサラリーマンの世界観とかその慣習みたいなのがあって、で経営者には経営者のとかフリーランスにはフリーランスのみたいなのがあったりするんですよね。もうなんか世界はやっぱ違うわけですよ。なんでどの世界で生きていくのかっていうのは、まあ、自分で選ぶ必要があるかなと思います。なんか一概にね、これがいいとか悪いとかっていうのは全然言えなくて、もう本当にやってみないと分かんないんですね。だから私とかって会社の従業員として働いてた時っていうのは、まああんまり意見が出せなかったんですよね、まあ、平凡だったんですけど、例えばフリーランスになってね、その情報発信始めましたってなったら、まあ、Twitter のフォロワー数は今1万8000人超えてるし、まあ、こう後ろにねあるんですけど、まあ、本も出すことになったんですよ。でフリーランスの人で、まあ、この会社経営者とかも全部入れてるんですけど、本を出版できる人ってそんなにいないんですね。だからその本を出版できたっていうのはある種、まあ、実績で出したっていうふうに言っていいと思うんですよ。で本を出したことによってね、イベントの登壇とかにも呼ばれたりするので、まあ会社員時代よりかはね、その結果を出せてるなっていうところなんですね。もちろんまだまだだなと思ってるところはあるんですが、なんでそうやってその人が優秀かどうかっていうのはもちろんあるんですけど、結構ね環境によってね、その人の能力が発揮できるかできないかっていうのは変わってきてたりするので、なんか今の自分の仕事が合わないなっていう人は別のフリーランスであるとか別の会社員であるとか別の経営者をやってみるとか、
そういう風にいろいろ試してみるのはいいんじゃないかなという風に思ってます。でも今の時代ってね、昔と違ってその転職したらどうとか退職したらどうとかってもうあんまないんですよ。もう基本的にずっと不安定なんで、なんでその自分がやりたいなとか自分はこっちの方がいいんじゃないかなって思ったらやってみるっていうのがね、一番いいのかなという風に思います。今回はこんな感じでありがとうございました。